バリ中に見ろや。携帯よ、直れ。うお、ガチの音。なんでお前魔法使えるんだよ。うえ、インゲ、また勉強しよう。ああ、うん。ダッサ、そんなことしとう暇あったらパン買ってこいや。いや、勉強の方が大事だから。はぁ、俺様よりも勉強が大事ってこと？いや、そうじゃないけどさ、時間がないからさ。じゃあいいよ、金よこせ。ちょっと1万も持ってんじゃん。いや、それはパパの誕生日のための。パパでっちゅか。高校生にもなってパパの誕生日がどうかって、ダッサ。金返せよ。いや、お前がパン買いに行かねえから俺が買ってきてやるって言ってんの。自分のお金で買えばいいだろ。は？何よお前さっきからめっちゃ口答えしてくるやん。俺はお仕置きしねえとね。殴るのかよ。耐えきれるかな。やめろー。あー、苦しまれー。レーモス、眩しい、眩しいよ。ね、殴ると思ったお前これだけか。いや、最近ハリーポッターハマってんだよね。まあとりあえずこの1問もらっていくわ。何が魔法やねんお前、しょうもない。お前魔法とかあるわけないお前、バカ、しょうもない、バカ。魔法使えるようになりたいや。いや、使いたかったんかい。いや、さっきバリ強がっとったのよ。本当はめちゃくちゃ魔法使いたかったよ。誰だ。あ、あ、誰だ。なんで俺をさっきの発言してんだ。あ、ずっと見ておったからじゃ。わしの誰だ。殺すぞ今、言おうとしようやろこれ。わしは魔法学校の校長。まさかダンブルドア。ダンボールドアじゃ。チャチュ、ダンボールドアって何。お前に魔法を授けてやる。は、いやいや、その魔法なんてあるわけないでしょ。セク、え、ま、マジかよ。わかったじゃろ、お前には魔法の力をやる。だけど、なんで俺なんかに。お前のママといろいろあってな。あ、まあそれはまた今度よ。あ、大体察しはついた。さて、ユウキよ、なぜお前は魔法を使いたいと思うようになったんじゃ。今日同じクラスのユウにいじめられて、パパの誕生日のための1万が。そうか。だから魔法の力でパパを喜ばせたいんじゃな。1万取られたからさ、1万円を魔法で生み出すところかな。殺したいんだ。うん、ギトギトにいじめたあいつをぶち殺したい。やばいか、俺、あげちゃいかんやつに力あげたかもしれん。殺す魔法ありまっか。人の精神に関わる魔法は魔力を最大に貯めたら打てる。そうですか。魔法を貯めるのは大変じゃ。しかもその魔法は。オッケー、じゃあ、魔力貯めるために、休むけん、ちょっと帰ってほしい。殺すぞ。お前魔法使えるけど、普通にお前殴り殺すぞてめえ。よし、今日は魔力貯めるために学校休むぞ。おゆき、起きろ。ほら寝るって。ボケ、もう学校の時間やろ。え、ち、今日休む。ダメだ、行きなさい。めっちゃ痛い。おい、体調悪いのか。あ、やばい、めっちゃ遅く。おい、大丈夫か、どこが。右目が。中二病か。魔力が上がって、体温が上昇している。どうぞ学校行け。爆発してしまう。はいはい、すごいね。逃げろ。オッケー。うわー、こっちよ。今すぐホグワーツに連絡しねえと。オッケー。オッケー。てか、なんでパパはマグルなのに、お前だけ魔法使えるんだよ。まあ、ママがセクスペクトパトローナムしたってこと。まあ、動画の続き見たらわかるよ。続きとか言うな。だから、それどっから出した。ああ、魔法で出した。じゃあ、お金とかも出せる。まあまあ、出せるけど。じゃあ、パパも仕事行かんでよくね。もう、ちゃんと仕事行きなさい。もう今日やだ、休む。もう、ちゃんと会社行きなさい。やだ、やだ、休む。めんどくせえ、お前は。休む、休む。続け。うわー、何これ。おい、おい、何取れて。あ、しまった。魔法使ってしまった。魔力貯めないといけないね。まあいいや、とりあえずパパもどっか行ったし、今日は休もう。おゆき、起きろ。今日も学校休むって。おやきの学校休んだとか、ちゃんと行きなさい。いやけ、休むってちゃんと自立しないと。父さんもいつまでおるかわからんのぞ。いや、わかったわかった、自立するけど、どっか行って。ちゃんと学校行きなさい。うるさいな、お前。どっか飛んでけ。うぅ、また飛ばされる。おこえ、おい、空に飛ばされた方が100倍マシだ。暇す、あれ。まあいいや、とりあえず戻っとくか。また魔法使ってしまった。はあ、これ結局学校休んだら使ってしまうな。まあ、学校行くか。おう、インキャ、昨日休んどったやないか。あ、はい。なんでいじめられるの怖くなった。あ、いや、魔力を貯めるため。はぁ、なんで。あ、なんでもないです。マジおもれえ、インキャいじめるな。あ、おう、俺の携帯水没したやないか、お前。すいません、ちゃんと直します。おう、お前理系だから機械直すんだ。いや、もっと現実的な直し方で。はは、修理代くれるってことか。魔法で。ここ現実的。なれんでしねえか。俺の杖が。こうなったら、ダークネスマジック、黒魔術。バリ中に見ろや。携帯よ、直れ。うお、ガチの音。なんでお前魔法使えるんだよ。動画の続き見たらわかりますよ。え、どこに出してんの。それ魔法どっから出てんの。男はみんな自分の杖持ってるだろ。じゃあ、俺もできるのか。オーケー、じゃあこの様子ちょっと TikTok に流しときます。いや、黒魔術じゃなくて黒歴史。やばい、また魔法使ってしまった。大丈夫じゃよ。誰だこのおっさん。マグルに見られてしもうた。
わしの名は誰だよ。わしは魔法学校の校長。誰だよ。殺すぞてめえ。マジ聞けよ。わしはダンボールドアじゃ。ダンボールドア、本ですってこと。いや確かに、いやダンブルドア確かに博多駅におるホームレスみたいな見た目やけども、違うわ。ダンボールドアって誰だよ。わしはすごい魔法使いなんじゃ。口に気をつけろ。はぁ、お前追いに行くせんじゃん。ハーマイオニー・グレンジャーみたいに言うの。ちょ、一回親子水入らずで話させてくれ。親子、やっぱり魔力は小さい魔法をたくさん使えば使うほど溜まるんじゃ。え、そうなの。だからどんどん使って大丈夫じゃよ。そして魔力を貯めてこの生意気なクソガキをぶち殺せ。頑張れよダンボールドア。何が魔力だよ。どうせお前魔法界でも陰キャだろ。もううるせえなお前。陰キャが俺様にうるせえとか言うの。飛んでけ。いや、どこ。あ、君も飛ばされてきたろ。いやそうですけど、まあとにかく何とか踊っときゃあなたなるで。じゃあまあ、てか勇気のパパですよね。そうやけど君は。いや勇気をなんというか、いじめてる人です。そうか。怒らないですか。勇気の問題は勇気の問題だろう。親が口出することじゃない。でも大切な息子さんをいじめてるんですよ。俺が手出したらあいつが自立できんだろう。あいつには自立してもらうと困るからな。なんでですか。いや俺、実はさ。ついに魔力が溜まったぞ。これで聖書を操る魔法が使えるな。ああ、早く教えてくれ。魔法の呪文はダボコラだ。しかし、一つ条件がある。この魔法は人生で1回しか使うことができない。1回。つまりそいつを殺したら他の人を殺すことはできない。それでもよいか。当たり前だろ、ずっといじめられて辛かったんだ。おい、いいんじゃん。うわ、ちょうどいいところに来た。お前今すぐ俺の言うこと聞け。今日もいじめるつもりか。なら、ちげえよ、聞け。なんだよ。お前の父さんが倒れた。しょうもない嘘に父さんを使うな。嘘じゃない。お前が魔法で飛ばしたところにお前の父さんがいたんだよ。そういえばそうだ。もう今すぐ死にそうな状況で、とにかく今すぐ行くぞ。ユキ、パパ、どういうことだよ。実は病気でな、余命1ヶ月って言われたんだ。早く言えよ、そういうのは。だから自立がどうとか言ってたのか。今までありがとう。じゃあな。パパ、お前魔法でどうにかできねえのかよ。今のお前なら魔法でパパを蘇らせることはできる。でもそしたら。そう、お前の復讐はなしになる。俺が選ぶのはダオコラ。何をした、お前何をしたんだよ。あ、どうも、こちら、ユキのパパ。復讐よりも愛が大事だった。よくぞ気づいたな、息子よ。息子よ。ええ、僕の息子ですけど。あ、いや、ユキはあなたの妻は私浮気した時のことですね。グリーンポッターってこと。そういや、俺人生でコンセプションもないもんな。あ、もしかして童貞ですか。どうも、こちら。ってことは、30歳超えて童貞ってことなので、あなたは魔法使いになれますよ。マジっすか。え、じゃあみんなで本気で空飛ぼうぜ。待って、絶対忘れろ。待って、お前。三つ松だから何しても。ぼっちの冒険ミニャツダオコラー。